こんにちは、しさです。よくですね、発声について聞かれるんですけれども、法学ではですね、発声っていうのはあんまりトレーニングすることではないんですけれども、私の経験上ですね、私高校生、中学生の時に聖歌隊にいたんですね、クワイアーですね。でその時に発声を習ったことがとても生きていると思いますので、法学に合った解説とともにやっていきたいと思います。一本の調子でやっていきたいと思います。ではこの音階ですね、これを、短く切ってまず発声していきたいと思います。一緒にお願いします。せーの、ここのところだけ裏声になると思います。ではこれを続けて太い声で伸ばしながらやっていきます。せーの、変えるときにこういうふうに探さない、みたいにやらないで、ですね。ではこれを今度は滑らかにやっていきたいと思います。こういうふうにね、なだらかな山を描くように、せーの、拳、方角には拳がよく出てまいりますけれども、これを上げるときはですね、拳があるものはほとんどないんです。下げるときですね、1個目は、よく出てくる音階です。せーの、できましたか？これをここ早くやんの。この細かいところはちっちゃい声なんです。これ続けてできた？では次は、ここは多分裏声だと思う、男性だとね。これもさっきと一緒で、これを続けて、ここでね、表声になるの。ここは裏。そう、この3つのここを中心に大きい声にして、あとは細かいところはちっちゃい声、できましたか？では続いて、ここは多分表だと思うのね。せーの、これを拳ね。できましたか？これを、せーの、できましたか？裏声をうまく使って、できましたかね。
この音階ですね、次はね。あーあーあー、はい。あーあーあー、拳を入れて。あー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 、できましたかね。あー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 、出し方としては、例えばこう上がるとき、上がるときに、こういうふうに上がることはめったにないの。いきなりその音に飛びつく。絶対その音にこういうふうに飛びつかないで、パッとその音をすぐにキャッチする。息を吸うときは、お腹の周りにこうタイヤができるような感じで息を吸います。もっと言いますと、踏ん張るとき、トイレで踏ん張るときのお腹ですね、ちょっとここしっかりするでしょう、踏ん張るとき。でそれ下に力入れると出ちゃうので、こうそれを上に出す、こう踏ん張って上に出す、踏ん張って下に出さないで、踏ん張ります、せーの、出ました？踏ん張って、出ましたか？踏ん張ると、しっかりしたいい声が出ます。で、どんなに短いセンテンスの、曲、例えば一言しか発しないような時でも踏ん張る。ちっちゃい声の時も踏ん張って出す。そうするとしっかりしたいい声が出ます。常にね、踏ん張って。でたくさん息を吸う。私は息を吸うときに小錠梅が入ったことがあります。そのぐらいの勢いで吸います。じゃあゆっくり吸ってみて。では早く吸ってみて。ゆっくり吸って、早く吸って。もうびっくりした時みたいに吸うわけで、生理現象とよく似てて、びっくりした時の吸い方とか、くしゃみした時の出し方が一番いいですね。ヘクションヘッの出し方が一番いい発声ですから、その発声で歌う。くしゃみする時のヘクション、この発声が一番いい発声です。それを踏まえていろんな歌を歌ってみてください。常に意識してくださいね。ではよろしくお願いします。